はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足、ボリンジャーバンド一目均衡表、トレンドが出ておりません。ストキャスティックス、回シグナルが点灯ただ形状的にあまり強い形状をしておりません。はい、そういうことで、2時間足ベース、方向感がないものの、走行型動きと見ております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、二時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線真横を向いております。トレンドが出てない状態ということです。はい、そんな中、二時間足ストーキャスティックス。開始シグナルが点灯。ただ、パーセント D、パーセントスロー D、ほぼ横向きということで、開始シグナルの精度としてはあまり高くないのかなという感じがしております。はい、二時間足一目均衡表です。ろソクく足もの位置関係から考えますと、トレンドレスの状態。 でそんな中ローソク足はといいますと真上にレジスタンスライン上値抵抗線としまして雲の上限、下限がほぼ同レベルに位置しておりましてその上には転換線と基準線がほぼ同レベルに位置しております、まあ、チャート形状だけで考えますとなかなか上がりづらいチャート形状をしているかなと本人的には考えております。 はいそれでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい94円の5丸レベル94円の5丸レベルと考えております。はい続きましてレジスタンスラインなんですけども4時間足ボリンジャーバンドプラスシグマラインレベル95円の2丸レベル95円の2丸レベルと個人的には考えております。 はい、本日ニューヨーク市場の予想レンジ94円の5万レベルから95円の20レベルということです。はい、ポイント米ドル急落5ドル円への影響はということなんですけども、もはい、えっ、ー、とですね。ま米、あ、ドルにつきましてはまあ、昨日の。 fomc の結果を受けまして、主要通貨に対して下落をしております。本日、アジア時間で欧州に入ってもですね。まあ、5。ドルえーと米ドルにつきましては、主要通貨に対して下落が続いております。はい、そんな中5ドル円への影響はということなんですけど、まずですね。まあ、米ドルがまあ主要通貨に対して下落と。でもちろんオーストラリアドルに対しても。 あの下落をしておりますので、相対的にオーストラリアドルが買われる展開となっております。はい、そういうことで、オージードルは今堅調な推移をしております。じゃあゴ豪ドル円はどうかと言います。とまあこれはですね。まあ,あの円のあの動きも関係しておりまして、現在オーストラリアドル円につきましては、全ての足で方向感が出ていないということは、これは何かと言います。とま豪ドルと円が同じ方向を動いていると。 いうことなんで、なかなか方向感が出ておりません。はい、そんな中ですね。まあ、オーストラリアドル円、えー、本日ニューヨーク時間なんですけども、まあ、二十一時三十分に、まあ、アメリカの、えー、と GDP ですね。発表があります。かなり注目度の高い、えー、と経済指標になっております。はい、この結果を受けまして、個人的に合う。えーと 米ドルが急落する可能性が高いと考えております。ということは、og ドルが上昇で王子へにつきましてもですね。まあ、サポート要因となるかなという感じがしておりますので、本日えーとニュー,ヨーク時間ですね。ま豪、あ、ドル円につきましては、底堅い動きと見ております。本日は以上となります。